キューペディア特別コーナー、教えてキューピー。大義天図書館はとっても便利です。翔吾さんのためにして差し上げたいこと、大体マニュアルがあります。大義天図書館はあらゆる基地を提供、つまり人類の誰かができたことは姫風呂にもできる。世界のどこかで誰かが鼻でスパゲティ食べたら、鼻でスパゲティ食べれる姫風呂になる。なりたくないです。でもどうして基地だけなんでしょう。それだけすごい力を持ってたら、総あたりで新しいこと試して発見があったら教えてくれればいいのに。大義天図書館は自己進化する量子コンピューター。人間がコントロールできなくならないようにあらかじめ制限した。どんなに進化してもそこは変えられない原則。なんだか窮屈そうですね。ほんと肩凝るのよ。ん？それではまた次回の教えてキューピーでー。